エラ・コリンズはアメリカ・ニューヨーク州の弁護士、政治家。コネチカット州メリデンで、オリバー・コリンズ将軍とロイス・コリンズの息子として生まれた。クリントン・アカデミーに入学した。その後、法律を学び、弁護士となり、1807年にロービルで個人開業を始めた。1811年7月11日、マリア・クリントンと結婚し、11人の子供がいた。 ウィリアム・コリンズやハリエット・アン・ヘロンなどである。ニューヨーク州議会議員、第8地区地方検事、ルイス郡地方検事、1821年のニューヨーク州憲法制定会議議員などを務めた。第18回米国議会で民主共和党所属のアメリカ合衆国会議員に選出された。ニューヨーク州、ロービルで死亡した。ロービルのジャクソンストリート墓地に埋葬された。 娘ハリエットは、ジョン・ウィリアムソン・ヘロンと結婚し、後のファーストレディ・ヘレン・ヘロン・タフトなど11人の子供がいた。ありがとうございます。